チートス変身おかえりチートスまあデラックスクラスのまあ標準的なサイズと言っていいかな違うんだよ母ちゃんブツベシブツベシみたいなウォタフの秘密基地ウォタフの秘密基地ビースウォーズ 始まるよー動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちは、これだトランスフォーマーキングダムデラックスクラス、チーターだ <laughs> あー全国のガング野郎、集結せよそれから、ちびっ子もぜひ、大人と一緒に見てねそれでは、早速レビュー行こうビースウォーズ世代の人いるかな今日はね、知ってる人も知らない人も一緒に楽しもう というわけで、えー、チーターことね。もう日本ではチータスです。もう今日はね、チータスと言っても誰も怒らないでしょう。<laughs> まあ海外名がね、チーターなんで、これは、チーターという商品なんだけど、もう、あの、チータスですね。チータスが帰ってきました。パッケージこんな感じです。パッケージの背面、ビーストモードは、そう、名の通りチーターですね。チーターが変身ロボットモードになります。開けよう。開けろ。 開けろじゃんさあ、まずはビーストモードから、じっくり見ていこうじゃんまずはシールくも姉さんですね。ブラック・アラクニア。トランスフォーマー・キングダムにはあ、二重になってるね、シールが付属しています。カードか。こういう感じでね、シールを剥がすぞ。こんな感じ。この絵柄は確かなんか他のトランスフォーマーに入ってたな。うん、まあ、こんな感じの絵柄となっています。 さあ、お待たせ。チータスくんね、じっくり見ていこう。造形はこのようになっていて、結構明るめのイエローの成型色となっています。各部の反転はプリントによる塗装がね、施されていて、とっても綺麗です。後ろ。ところどころ、明るいブルーの塗装がありますね。造形すごくいいです。なんだろうな、程よくこう、昔の問いのようなあ手触りになってるんだよね。これがとっても気に入っています。 頭部のアップ。目はオレンジの塗装ですね。この辺の頭部周りの塗装、造形もとてもいいです。で、稼働するところはこの口ですね。口がこのように開きます。中の、口の中の造形、牙とか、とても細かいです。こんな感じ。あとはね、前足、後ろ足、それぞれ動きます。でね、この先端の部分だけ、ボールジョイント軸となっています。あとはね、軸で、こんな感じで動くわけです。 こんな感じ。というわけでね、早速比較いこう。同じデラックスクラス。変形変形トランスフォーマーのチータス。一緒に並べるとこんな感じ。個人的にはビーストモード。今回のキングダムの方が好きかな。うん、まあ、どっちも悪くないかなと思います。さあ、そしてマスターピースチータス。一緒に並べるとこんな感じ。 ま、当然ながらね、こっちの方が高いブランドのおもちゃなんで、カラーリングや造形。うん、マスターピースの方が完璧です。だけどね、今回のキングダムも悪くないといった感じですね。こんな感じで、3体を一気に並べると、<laughs> 違うんだよ、買っちゃう <laughs> 違うじゃんみたいな感じですね。それから、同じトランスフォーマーキングダム。ラットトラップ。<laughs> ことね、ラットルくんです。 大きさがね、こう合ってて、すごくいいです。じゃ、このまま、コンボイ行こう。<laughs> オプティマスプライマルという名前になっています。まあ、コンボイ、ラトル、チータス。一緒に並べるとこんな感じ。あ、いいね。今後もね、続々とメンバーが増えていくと思います。さあ、お待たせチータス変形させようロボットモードに、チータス変身 <laughs> 今回の、チータス。 オタフテクニカルレベル、ズバリ3かな基本的には簡単なんだけど、気をつけたいところが1箇所だけ出てきます。まあ、そこ来たらね、説明します。それではゆっくり行こう。まずは尻尾。ピンで接続されてるんで、軽くロールして、こう取り外す。これ武器になります。さあ、そしたら足。まずは伸ばす。そしたら、付け根がボールジョイントでまっ、あ、すぐにし、この中に、 入れるように押し込んでいくと連動してロボットモードの足が少し出てきますそしたらこのまま下ろす反対側も同様このように変形させていくとこう足はこれで完成さあそしたら今度は前足このブルーの関節のところはロックになってて前足引っ張るとこう外れます 反対側も同様。こういう感じ。このように外す。さあ、そしたら、今度はお腹。ここで,ですね。このパネルを開く。さあ、次。ここと、ここら辺にピンがあるので、お腹を半分に割ります。まあ、どういうやり方でもいいです。こういう感じで。二つ外したら、後ろに向けると。 反対側も同様。そうするとこのようになります。今度は腕。内側に曲がっているので、各部関節を整えるように、前に出しますで。手首はロールさせて、定位置に持ってくると。反対側も同様。で、一回腕はね、ちょっとこう外に出しておきましょう。こういう感じです。 さあ、そしたら今度はね、頭部。ここを気をつけてほしいんだけど、えー、ここにね、ちっちゃなピンが本当はあって、ここでパチンってこう止まるのね。なんだけど、あの、僕のやつはね、こうやって見るとわかるんだけど、なくなってます。<laughs> そもそもここにピンがあったのかないのかわかんないぐらい、存在感が薄いやつで、うん、なんかもう壊れちゃいました。<laughs> だからここを壊さないように気をつけてください。だけど、 まあ、なくても変形楽しめます。もともとこうなってたのを多分パチンってこう取って、こういう感じになるわけですね。で、ここに各部軸があるので、クランク状に折りたたんで、まあ、ここに配置するわけなんだけど、その途中で壊れたか、もしくは本当に最初からなかったかって感じ。口を開けるとね、この中に穴があります。で、これがピンですね。これをクランク状にこう入れていくと。 で、その時に多分、見えるかなこのブルーの首元この下にちっちゃいピンが入るから、多分その時に勢いでこういう感じで入れた時に、多分ね、うん、壊れたかどうかっていう感じだね。ちょっとごめん、今のも説明もう一回やろうか、うん。ダミーパーツ使わずにね、クランク状に折りたたんでいくと、この中にこう入るわけですね。うん、素晴らしい。 そしたらさっき展開したカバーを奥まで入れることによってこれがお腹になるわけですねこうそしたらあとはあさっきね一回開いた腕を元に戻しでこの辺がね細かい説明書の指示がなかったんだけど、まあ、形を整えましょう、まあ、だいたいこんな感じですねこう元の設定のような感じで中央部分でクロスして、まあ、だいたいこんな感じにしときます さあ、そしたら最後は頭部。一度、こう斜めに浮かしてクレアランスを作ってから、こう前方に持ってきましょう。このように反転させれば、変身完了チータース、ロボットモードおー、見事にね、変身しました。早速手に持ってみよう。おかえり、チータースこんな感じですね。 で、大きさがデラックスクラスなんで、まあ、手で持つとこんな感じ。いい大きさですね。全体のプロポーションはこんな感じ。あの、僕が気に入ってるのはこの胸部がダミーパーツじゃなくてね、ちゃんとビーストモードの頭部になってるっていうところがポイントですね。横。そして後ろ。うん、再現度がとにかく高いなと思います。近くで見ていこう。上半身、および頭部のアップ。顔もまたいい顔ですね。 で、額の中央部分にサイバトロンのマークがあります。すっごいちっちゃいんだよね。すごいちっちゃいんだけど、ちゃんとサイバトロンのマークがあるという感じ。顔の造形もいい感じです。それから、胸部。腕回り。そうだね。やっぱり全体のシルエットが、あの、劇中に登場した感じのチータス。なんだけども、ところどころなんかこう、昔の玩具のようなあ感じもするなと思って、そこもいいなと思いました。 足はこう変形してそのまま飛び出てるんだけど、このデザインやカラーとね、一体化が、一体化してて、うん、あの、変じゃないなという感じです。後ろから見ると、こんな感じ。可動範囲見ていこう。基本的にロボットモードでは、ボールジョイントのみ、ああ、頭部のみボールジョイントですね。こんな感じでぐりぐり動く。腕。側が少しあるんで、多少干渉するけど、まあ全然問題なく動くという感じですね。肘。 ロール。あとは今、変形でもね、えー、使ったこの辺の関節も使えるんで、可動範囲も結構広いかなと思います。手首もちゃんとロールがあったりします。全体的にこう、かっちりとした感じですね。で、ちゃんと腰も回ります。こんな感じで動き、これがフラン、フロントスカートになっています。こんな感じ。関節はかなり渋みがあります。それから膝。 ね、に動き、あと足首ですね。足首は、このように、内側に曲がります。あとは前後角があるかなといった感じ。各部を動かして、アクション少し自然な立たせ方をするとこんな感じですね。それから、武装チータスといえばね、やっぱりなんと言っても <laughs>、うつべしうつべしなんでね。 つまり、銃があると良かったんだけど、今回は銃は付属せず、まあ、オリジナルの武装ですね。まあ、これはアックスと言っていいかな。まあ、ちょっとこう、斧のような、あ手で持たせる。あ、ちょ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 、ごめんね、ごめんね。<laughs> 打撃系の武器になりますね。手に持たせると、こんな感じ。だから、あれなんだよね、こう、ぶつべしぶつべしみたいな <laughs>、感じになります。ここはできれば、ぶ、銃が欲しかったね。まあ、こんな感じです。 そして最後は大きさ比較いこう。わかりやすいやつですね。ロボット魂のガンダム。頭の高さで12センチ、おおよそ144分の1スケールです。だったら144分の1スケールのガンプラの方がいいんじゃないのと思われるかもしれないんだけど、まあこれずっと大きさ比較に出してたから思い入れがあって、まあいつもこれを並べています。 っていうところまでをね、本当はいつも言わなきゃいけないと思うんだけど、まぁ、あ、ちょっと省略してます。ロボット魂と比較するとこんな感じで、まあ、デラックスクラスの、まあ、標準的なサイズと言っていいかな。そこそこボリュームがあります。変形変形トランスフォーマース、チータス。これはもう今回のキングダム圧勝でしょう。<laughs> これはね結構ね、ロボットモードに結構無理があります。こんな感じ。最後はマスターピース。 チータス。一緒に並べるとこんな感じ。こうしてみるとわかる通り、もともとこう結構濃いめのグ、イエローに、あとはやっぱり同じく濃いめのブルーなんだよね。このカラーリングに、えー、なったバージョンもなんかゆくゆく発売されそうな感じするね。カラーリングが結構明るめっていうのが、これで見てわかるかと思います。3体を一気に並べると、こんな感じ。違うんだよ、母ちゃん あとは、さっきのやつですね。ラットルくんに、コンボイ。これをね、3つ並べるとこんな感じです。大きさいいね。もう本当に劇中の様子が思い浮かびます。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のトランスフォーマーキングダムデラックスクラス、チーターのレビューいかがだったでしょうか ねビーストーウォーズ世代のあなたにとっても、初めて見てよっていう人にとってもね、一緒に楽しい動画になってもらえたなら嬉しく思います。さあ、もうご覧いただいた通りですね。非常によくできています。いいところもある反面、まあ、さっきレビューでまあ言った通りなんだけどね、ちっちゃいジョイントがあるところとか、撃つべし、撃つべしとかね、まあ銃がちょっとね、付属して欲しかったなとか、いろいろあるんだけども、まあ、掃除で本当によくできてき、 いて、まあ、帰ってきたチータスって感じがしてね、この、何て言うのかな、こう、手触りがすごくいいですね。うん。なんかこう、そんなに高いおもちゃじゃないんだけど、なんかこう、いいおもちゃだなとこう、素直に言えるようなアイテムとなっています。変形もかなりカッチリしてて、動かすときも手触りがとってもいいです。これはおすすめです。これは日本で買う場合、チータスという名前じゃなくて、チーターになってるんで、くれぐれも気をつけてください。他の、 お二つもね、思い入れのある名前とは違います。そうして僕は大満足です。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったら楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter、公式 LINE アカウントがあります。お友達の追加もどうぞよろしく。あとはどんなことでも結構です。おー、タファー僕はビーストボーズの超激世代だよ、とか。 ああ、もうこれはもうまんま、チータスだねとか <laughs>、あ、変形パターンが面白そうだねとかね、あ、他のやつもね、集めたいとか、なんか一個買ってみようかな。などなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おうでしたまたねー ガンの「ミッションを繰り出せよ」「変形が与えたい憧れてた」「夢のトランスフォロー」「What the 君き